こんにちは。ヘブバンまとめです。今回は、ヘブンバーンズデッド第5章前編を実況していきたいと思います。じゃあ始めようか。今朝は何かな？具沢山のお味噌汁のようですよ。さつまいもやごぼうやレンコンがこれでもかと入っとるな。秋の根菜味噌汁ね。そろそろアイディア尽きるだろう。どこまで続くんだよ秋。そりゃ冬になるまでだよ。何セルフで突っ込んどんねん。豚肉まで。これはちゃんといただかないと。今日戦う力になってくれ。いただきます。あむ。芋はホクホク、豚肉は脂が乗ってて美味しい。なんだかようやく元気なルカさんが見れた気がする。やっぱり 31A はこうやないとな。そうですね。今日は現在 31F が当たっているなら、イカルガ周辺区域のキャンサー相当任務の補助に回ってもらうわ。奈良って鹿がたくさんいるところだっけ？まあ間違ってないが、あれは奈良公園周辺だけだからな。別に奈良県全部が鹿に埋め尽くされてるわけじゃないからな。鹿さんに会えるんでしょうか？ワクワク。キャンサーに食い尽くされておるかもな。かわいそうすぎる。現在は野生動物の生態系への影響は確認されていないわ。山間部は 31F が担当するから、 31A は主に市街地をお願い。今日はあくまで連携の確認だから、市街地を一通り掃討できたら無理せず早めに帰投しなさい。了解。張り切って格納庫へ向かおう。せやで、任せられるところはうちらに任せ。でもいるだけでこんなに頼もしい。諜報員の力が必要ならいつでも言ってね。はい、自滅のルートに入るだろうけどな。異常なし。作業員は所定の位置に退避してください。繰り返します。作業員は所定の位置に退避してください。全シグナルグリーン、リフトアップ開始。カタパルト正常、異常なし。わあ、さらにすごいことになってるね。ルカはこの状態を見るのは初めてだったか。ん？おたまさん調子でも悪いの？もう戦う前のルーティーンみたいになっててな。心配あれへん、神が焦げる程度や。もう行くぞ！
よし、行くか。そうね。え、仲間が感電してたよ。たまんねえだ。これだからやめられねえんだわ。あのビリビリはよい。キャラも変わってない。ご心配なく。ルカさん、久しぶりの実戦だけど不安とかない？そうだね、数日離れただけだけど、やっぱりアリーナとは違うね。ちょっと緊張してる自分がいるな。心配いらんで、みんなで散々訓練したやろ。そうね、新しい連携もバッチリよ。幸いこの辺りに強力なキャンサーは確認されてない。鳴らしにはちょうどいいだろう。そうだな。 3-1F もいるんだっけ？近くにヘリが降りていくのが見えたよ。挨拶しておこうか。よう、 3-1F のみんな。カヤモリ様、お疲れ様です。今日から戦線復帰か。もう大丈夫なのか？ああ、みんながフォローしてくれるからもうバッチリ。まあ、3-1A のセンスなら大丈夫だろう。 3-1F はこれから南の山間部に向かいます。何かあればご連絡ください。ああ、市街地の方は任せてくれ。やっぱ神焦げとるで。そうだな、訓練通り動けた。ひとまずは安心ね。よし、この調子で進もう。おつであります。そういうときや。やったね。いいよね。ルカ、この辺でちょっと小休止するぞ。え、もうも？まだそんなに進んでないよ。気づいてへんのか。弱い敵でもめっちゃ力入って、誰よりも疲れとることに。え、みんなは余裕なの？そうよ、全然余裕。こんなにいっぱいいっぱいのルカさん見るのは初めてかも。そうだったんだ、全然気づいてなかった。横になってください。疲労した筋肉を揉みます。すげえ、プロ野球選手にでもなった気分。戦闘区域だから難しいかもしれないが、一度力を抜いてリセットしてくれ。了解。みんなありがとう。お玉さん、もう十分だ。コリコリでしたね。リセットできたか？うん、おかげさまで。おしゃ、タマとうちが前歩くからフォローは頼むで。了解。
この区域のキャンサーはあれで最後だな。結構大きいが大丈夫か。ああ踏み込みすぎず慎重に戦えばいけるはずだ。了解よ。前衛が防御中心なら私は遊撃に回るわね。貴様は後ろで構えておればよいわ。そっちこそ私の支援を無駄にしないようキビキビ動きなさいよね。負傷私めもいます。神焦げとるけどな。それじゃあ行くぞみんな。終了。悪くなかったんじゃない。そうだな。今の敵は訓練の最大レベルと同じくらいの強さだった。ちゃんと成果が出せてるってことかな。せやで、自信持ったらええ。作戦も無事完了しましたしね。そうだな、ありがとうみんな。なあルカ、今日のパワースポット巡りはどないする。どうって。精神へのダイブはうちだけやなく自分にも負担をかける。戦えるようになった言うてもまだ本調子やないやろ。明日の作戦に備えて今日はゆっくりしてもええんとちゃうか。心配してくれてるんだ、ありがとうめぐみ。大丈夫だよ、これまで通り続ける。どこから来たのかは知らないといけないから。そうか、せやったらとことんまで付き合うで。それじゃあパワースポットに行こうか。ここが法隆寺や。なるほど、私でも知ってる。柿を食べると一人でに鐘が鳴る不思議スポットだな。そんな意味の俳句じゃねえわ。柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺。柿を食べていると折よく法隆寺の鐘の音も聞こえてきたことだという意味になるわ。正岡式の俳句で、芭蕉の古池や河津飛び込む水の音と並ぶ俳句の代名詞的存在よ。よかったな、情報員らしい見せ場があって。うちは補給しとくから自分らは観光しとき。わーい、世界遺産よ、思いっきり写真撮りまくりましょう。はい、自滅、台無し。めぐみさんの分まで電柱で撮っておきましょう。じゃあどっちがいい写真が撮れるか競争。負けないんだから。私だって。どこまでも子供。ルカはいいのか。そんな、私は遊んでられないよ。ただでさえ迷惑かけてるし、今だって私のわがままに付き合ってもらってるし。じゃあユキさんの秘密話しちゃおうかな。え、なになに。勝手にやめろよ、本人に言うほどの話じゃねえよ。ユキが私に関係することで何か秘密にしてるの。やめろって言われちゃったから言えない。ユキなんて言ってたの。気になるじゃん。もううっせえな。私がただのミーハーなファンじゃなく、お前の歌に実際に助けられたって話だよ。え、そうだったんだ。そうだよ。もう結婚しちゃえば。するかよ。何でもかんでもくっつければいいわけじゃねえからな。そう、私とユッキーは離れていてもつながってんのさ。チョキ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 。目に見えない糸みたいなのを蹴りにかかんだよ。
わお、運命の赤い糸なんて信じるタイプなんだ、ユッキハッカーなのにロマンチスト。信じてねえよ。ほら、終わったみてえだぜ。行くぞ。役割は超能力者です。サイキックという能力を使い、指示役が精神世界にダイブするのを手伝います。なんで報道番組に出てくる犯人みたいな声になってんだよ。あれ、おかしいな。6割は断れなかったのと、4割は自分の力試しのためにやりました。やりましたというか、やってしまいました。なんで内容も犯人っぽいんだよ。あれ、おかしいな。そもそも関西弁でもねえじゃねえか。待たせたな、サイキックパワーマックスや。それじゃあ帰ろうか。そうですね。お疲れ様。お腹がもうペコペコ。なんで私以外はこの不思議な現象をスルーできるんだよ。サイキックって何なんだよ。お疲れ様です。こちらこそ、お疲れなのみ。皆さんの活躍と協力もあり、奈良の掃討もだいぶ進みました。そいつはよかった。明日以降の作戦に備え、ゆっくり休んでください。あれから調子の方はどうだ、ルカ。ユイナ先輩、もしよければまたカフェテリアで軽食でも食べながら話さないか。もちろん。あ、本日はポポタンにしませんか。ああ、あの決起集会で使っていた場所だな。あまり行かないが気分転換に良さそうだ。付き合おう。これ頼んでみて、ユイナ先輩。幸せだった頃のパンケーキ。不思議なネーミングだな。すごく美味しいんだ、私のお気に入り。フルーツもトッピングできるよ、バナナもね。なら頼もう。形状からして見たことがない。このおしゃれ感は何だ。見た目だけじゃないよ、味もすごいから。どれ、いただきます。はん。なんて濃厚な卵の味がするんだ。そしてありえないほど柔らかく、すぐ溶けていく。まさに舌が幸せだ。よかった。こちらこそだ。こんな美味しいものを教えてくれてありがとう。私も気に入った。私も食べよっと。なんていうか、今日のルカの表情は和んで見える。もしかしてもうもがくことは終わったのか。終わったっていうか、無理だって分かったんだ。そうなのか。なんとなく分かる気がする。過去に戻れたとしたら、きっと失われる運命にある命も救えると舞い上がってしまうものだろう。だがそれは不可能なこと。分かっていたことなのに、なぜ私はその背を押したのだろう。だがそれで本当に良かったのか。うん、そもそも私は寄り道をしていただけだから、ただのわがままだったんだ。ただの自己満足。そうか、そうだったんだろうか。いつかどこかの記憶にはない私も。でもね、まだまだ続けるよ。もっと前の過去に戻る必要があるから。そんなことができるというのか。メグミンのサイキックはすごいから、できると信じてるよ。そうか。来た、典型だ。だがそれはどういう意味なんだ。だったの、ユイナ先輩。
いいか、気をつけるんだ。え、何を？過去に戻るの？そうかもしれない。断定はできないが。別に危険はないよ。だって干渉はできないし、思い出すだけの世界だから。そうなんだろうがな。とにかく気を緩めることだけはしないでほしい。ユイナ先輩がそこまで言うなら分かった。ごちそうさまでした。じゃあね、バイバイ。あ、またな。天啓よ、今回ばかりは外れてくれと心から願うぞ。ジムに来たけど、どうしようかな。よっしゃ、全力で過ごしてやろよし、メグミンの待つ屋上に行こう。もちろん来る。最後の目的を果たす時だ。自分がどっから来たんか、それを知りにやな。うん、もしかしたらものすごい過去へ潜ることになるかもしれない。それは相当パワー使いそうやな。でもたんまり溜まっとる。任すとき。頼りにしてる。ルカ、うちはもう逃げへん。いつまでも自分の仲間やで。私もいつまでもメグミンの仲間だよ。旅立つ準備はできてる。その始まりを思い出す覚悟はある。なら手握って黙って目つぶれ。ほな、いってらっしゃい。満天の星空、光は止まって見える。あのキラキラしてる星は、知らない星だ。ここは地球じゃないのか。旅は終わったのか。いや、逆か。ここから旅だったのか。周りにいるのはナービーだ。ナービーがたくさん集まってる。すごい数だ。基地を
りも多い。どこなんだここは。目の前にいるのもナービーなのか。それにしては色ツヤが良くない。もしかして老いているのか。こんな老いたナービーなんて見たことがない。喋り始めた。言葉がわかる。これが私の記憶。私はここで仲間と一緒にこの老いたナービーの話を聞いてるんだ。つまりここはナービーたちの住む星、すべての始まりの場所。目覚めたか。どうや、思い出せたか。みんなに話さないと。どえらい記憶を思い出したみたいやな。みんな聞いてくれ。すげえ話だな。
なんて言えばいいのかわからないくらい。そこからどういうことがわかるの？分かったことをまとめよう。まず、お前がいたのはナービー星だ。キラキラした星は太陽系には存在しねえから別の恒星系だ。ナービー星はその星の衛星か惑星だろうな。そしてナービーには少なくとも人間並みの知性があったんだ。だが自己防衛のために捨てざるを得なかった。それは何のためにでしょう？キャンサーから逃れるためにだよ。あいつらは今地球では人間を襲うことで知性を食ってるんだ。ルカが聞いてきた話によるとな。だからそれを捨てる必要があったと。じゃあ人間じゃない私らは。皮肉にも与えられてるじゃねえか。そうね、人間と同等の知性を与えられてこうして存在しているものね。話を戻すぞ。つまりナービーが暮らしていた星もキャンサーに襲われてたってことだ。そしてナービー星のナービーには2つの選択肢が残された。1つが捕食されないために知性を捨て去ること、もう1つが幸せに暮らせる平和な星を探しに宇宙へ旅に出ること。そしてルカは後者を選んだっちゅうことか。ああ、何億光年と旅をしてきて地球にたどり着いたんだろうな。え、そうだろ？そういうことになるよ。ってことは私がそこから信号を送ってみんなを呼んだんじゃないか。まあそうなる。あの光景は、そうか。どうしてずっと私自身が含まれているんだろうって不思議だったんだ。あれはトムトムだった時に見た風景だからだ。トムトムだった私が幸せだって思った風景だったんだ。私はトムトムは素敵な家族に囲まれて幸せだったんだ。だからだ、それまで地球にナービーはいなかったのに、私がここが幸せに暮らせる星なんだと早とちりして信号を出してみんなを地球に呼び寄せて人類に利用され戦う道具にしちまったなんて罪だ。知らなかった。こんな罪を私は背負っていたんだ。ごめん、みんな。ルカ、ルカさん、そんなに悲劇のヒロインになって酔いしれたいの？つかさっち、ナービーたちが種族の存亡をかけたルールにあなたは乗っ取っただけ。銀河系以外の星でも同じことが起きているかも。だってあなたじゃなくても同じことをしているでしょうから。そうなの、ユキ？そうだよ。お前は間違ったことはしていない。ただルール通りに動いただけだ。お前が地球に来た時はすでにキャンサーは襲来していたが、それはまだ一般人に知れ渡る前だ。科学者や軍しか知り得ない情報だった。その時点の地球はみんな日々を普通に送っていた。仕事に勤しみ、休みになると享楽にふけっていた。平和な星だと思い込むのも無理ない状況だ。メグミンは、メグミンはあんなに怒ってたじゃないか。ふざけんなや。そこまでされてなんで人間に希望を見せなあかんねん。人間勝手すぎるやろ。ふざけんなって言ってたじゃん。それに巻き込んだのは私だ。あん時とは全然状況がちゃう。あん時は何も知らんかった。無邪気な子供みたいなもんやった。今はいろんなことを知っとる。知った上で前に進むと決めてここにおる。今さら何も揺らがん。さっき屋上で言うたことも忘れたか、ルカ。
うちはいつまでも自分の仲間やで。そうです、ルカさん、それは罪なんかではありません。起こるべくして起きたただの結果です。うん、勇敢にも旅立ったナービーたちは誰しも同じことをしてたと思う。そして宇宙のどこかで実際に同じことが起きて、今のあなたのように悲劇のヒロインを気取って、私ってかわいそうでしょって酔ってるのよ。あー気持ち悪い。言い方はあれだけど、その通りだぞルカ。後悔している暇があったら、この戦いを終わらせるために動くべきだ。今の作戦に集中しましょう。みんな、結局この旅は何だったんだろう。みんなをわがままで振り回して、その果てに知ったのが私の犯した罪。みんなは違うと言ってくれたけど、でも気分はやっぱり落ち込むよ。全然眠気が来ない。ちょっと外に出よう。しけた面して。ワッキー、ごめん。謝られるようなことされた覚えはないよ。ワッキーは自覚ないだろうけど、こっちにはあるんだ。三一への部隊長ともあろうものが情けないね。情けなくもなるよ。あのね、私なんて10日に1回はそんな風になってるわよ。え、もしかして文ちゃんのことで？そうだよ。この基地に来てから何度も何度も数えきれないほど、文吾、ごめんって謝ってんだよ。そうだよね。ワッキーすごいな。すげえ強い。泣いてばっかで。私なんて弱いわよ。ただね、これだけは言えるわ。いつかそれを終わらせるために私は戦ってるんだってね。あんたもこの戦いの果てになら、今のごめんって気持ちも終わりを迎えるんじゃないの？あれ？その通りかも。大抵のことはこの戦いのせいさ。文吾がああなったのもね。だから戦いなよ。何かは知らないけど、がむしゃらにさ。それが一番の薬さ。お互い大変だろうけどさ、やってやろうじゃない。勝つために戦うのさ。負けるために戦場に立つんじゃないよ。出ないと栄誉をもらっちゃうわよ。31CA になるけど、かっこ悪くない？だからただの31になろうとするな！その時はお前らが 31C だわ！ありがとう、ワッキー。眠れそうだ。こっちはアドレナリンが無駄に出て、寝不足になりそうよ。じゃ、この辺りで失礼するよ。おやすみ。ええ、おやすみ。いい夢見な。ございます。よかったらチャンネル登録お願いします。次回お楽しみに。